ベラックは、フランス、ヌーベルイコールは規定の地域県、オートイコールビエンヌ県のコミューン。県北部にあるベラックは、ブロンド山地の中にある。森や多くの河川が流れる、牧歌的な風景という環境保護がなされている。コミューンで最も重要なのは、バントゥ川である。国内でのベラックの位置は、中央西寄りで、多くの主要都市に近い。 ポアティエは 70km、リモージュとは 45km の距離である。ベラックには N145 など主要国道が4本交差している。リモージュ空港とベラックの区間をシャトルバスが運行されている。同様に TGV の止まるリモージュ駅やポアティエ駅の間もシャトルバスが運行されている。ベラック駅にはテル・リムーザンの路線がある。10世紀初頭、フランク貴族で ラ・マルシュ伯爵母村がバント川を見下ろす岩の路頭の上に木造の城を築いた。リムーザン、ラ・マルシュ、ポワトゥー、ベリーの各地方との道が交差するベラックは通称で栄えた。12世紀半ば母村の直系子孫であるアルドベール3世は自由特権を住民に授けた。このために貿易の発展に弾みがつき、 売買される品物が多様化した。一世紀後、川なめし職人たちがバント川沿いに移住してきた。1531年、ベラックは、高級的に王国領に組み込まれた。フランソワ一世は、ベラックのブルジョアたちに対し、年4回の見本市と週末の市場の開催を許可した。同時代には、病院が作られた。17世紀、イエズス会は、 ベラックに神学校を作った。1663年に、ジャンドラ・フォンテーヌがベラックに数日間滞在し、書簡を書いている。1800年、ベラックは、軍庁所在地となった。メルレ、ディクシオナルデナムズ・ブールガルデハビタンツでダイバーシーズ、ローカライツ・デラ・フランス、シャルトル、1884。ありがとうございます。